幻想曲と単調作品77は、ルートビヒバン・ベートーベンが作曲したピアノ曲。この作品は、ムツエオ・クレメンティの移植を受けて作曲された。自筆譜には1809年と記入されており、ルドルフ大公が残した目録より、同年10月に作曲されたことがわかっている。ロンドンを拠点とするクレメンティの出版社が1810年に、 初版を世に出したが、その2ヶ月後の11月には、ブライトコプフーンとヘルテルからも出版されている。フランツ・ブルンツビッグク伯爵へと検定された。曲は、即興の名手であった作曲者の即興演奏を写し取ったかのごとく、非常に自由な構成を取る。冒頭から書き連ねられる、様々な要素が、最終的に変奏曲を導いており、カール・ツェルニーは、 ポプリで次から次へとつながる複合形式の変奏曲であると評している。ベートーベンのピアノ作品としては得意な位置を占める本作であるが、ピアニストのジョナ・サンビスは以下の根拠から、この幻想曲がピアノ・ソナタ第24番とタイになる作品ではないかと考察している。作品番号が連続していること。両曲とも当時としては珍しい調整を選択しており、 なおかつ、それらが互いに、近身長であること。ピアノそなたの自筆原稿の表紙に、脳にと書かれていること。自由な筆致によって書かれた本作は、ロマン派の時代の到来を予感させる。約9分。アレグロ、4、4拍子、と短調の急速な加工音階で開始し、音階の合間にポーコアダージョの穏やかな楽奏が、そうされていく。その中に聞こえる。 フレイ1は、ピアノソナタ第31番や、その他の楽曲にも現れており、この旋律に対する、作曲者の愛着が伺われる。フレイ1アレグロマノントロッポ、6、8拍子、変度蝶々となり明るい素材が出されるが発展せずに、沈まっていき、突如カデンツァ風のパッセージが荒々しく出される。加工音階を挟んで、アレグロコンブリオ、2、 4拍子、2単調となり、情熱的な学装が引き進められる。続くアダージョ、2、4拍子、変異調調のつぶやくような主題は、加工音階を挿入して繰り返され、プレスト、ロ単調へ続く。ビュープレスト、6、8拍子として加速すると、対位法的な処理も除かせつつ一気に駆け抜け、アダージョのつぶやきが戻ってくる。続いて、アレグレット、2、4拍子、 路町長調に転じて、フレーニの主題がそうされる。フレーニ主題の後には7回の変装が続き、一貫して明るく喜ばしい気分で進められる。加工音階が挿入されて変装が終わりを迎えると、変装の主題に始まるコーダとなり最終変装のリズムパターンを使って大きく盛り上がる。加工音階に遮られると、アダージョに落ち着き、変装主題が 静かに奏でられた後、加工音階で全曲に終止符を打つ。注釈出典。ありがとうございます。